ホルツキルヒエンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン地方のビュルツブルグ郡の町村であり、ヘルムシュタット行政共同体を構成する自治体の一つである。地元の言い方では、ホルツキルヒエンバイビュルツブルグとも言う。ホルツキルヒエンはビュルツブルグ地方に位置する。この町は、公式には2つの地区からなる。ホルツキルヒエン修道院775年以前に、 創設されたホルツキルヒエン修道院とこの村はビュルツブルグ市教領の一部であり帝国代表者会議主要決議に基づきレイコールベルトハイム白領となった。しかし白河は早くも1803年には年金と引き換えにこれをバイエルン大公に売却している。1805年にはビュルツブルク地方にトスカーナ大公フェルディナンド三世が創設した。 ビュールツブルグ大公国に移された。その後1814年のパリ条約締結により、バイエルン王国領となった。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令により、現在の自治体が成立した。ありがとうございます。